お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日の試合を振り返っていかがでしたか。はい、今日もね、いいチームと、本当にいいゲームができて、すごく成長できたゲームじゃないかと思います。本当に厳しい戦いだったんですけど、しっかりと得点できて、で失点をゼロに抑えてというところはやっぱり選手がすごく頑張りがつながったんじゃないかなと思ってます。はい、次回の試合に向けての意気込みを教えてください。はい、明日もですね、チーム一丸となってここ心一つに、また次のチャレンジに、進んでいきたいと思いますので、また応援よろしくお願いします。ありがとうございました。